ディアポロだ。依然当たりなく。もらった、もらった、どうだった、もらった、お前には死んだことを後悔する時間を与えん。もらった、もらった、キングクリムゾン、もらった、もらった、キングクリムゾン、オンデンデイス。あんたは果たして滅びずにやるのか。お前は私を本気で怒らせた。真実から出たマルトの行動は決して滅びはしない。どうした？見えた。にはいかない。ここで一人帝王の誇りが失われる。お前はどこへも向かうことはない。特に真実に到達することは決して。このガキが！やったぞ！ついに。一体何をやったのか俺にはよく見えなかったし分からなかったが、とにかくボスのキングクリムゾンをついに倒した。
でも、ちょっと待って、どこかに浮かんできてる。あいつの死体は？確認しないと発信できない。いや、探す必要はない。全てはもう終わっている。奴はもうどこへも向かうことはない。特に奴が真実に到達することは決して。無限に終わりのないのが終わり、それがゴールドエクスペリエンスレクイエム。ティベレ川にいて、あの想像を絶する苦痛は夢にしては。おい、こら、え、なんだこれは。さっきから変だ。まさかこれはあのゴールドエクスペリエンスレクイエムの。うずくまって、おじちゃん、お腹痛いの？俺は何回死ぬんだ。次はどこから、いつ襲ってくるんだ。俺は魂は戻ったが肉体は負傷してる。コロッセオで俺たちがどうなったか気持ちが煮立ってるはずだ。行くぞジョルノ、俺コロッセオに行くんだよ。ブチャラティを治療して故郷に帰ろうぜ。あ、行こう。今行くよ。それでいいジョルノ、気にするな。俺たちがここまで到達したことが完全なる勝利なのだ。これでいいんだ、全ては。
運命とは眠れる奴隷だ。俺たちはそれを解き放つことができた。それが勝利なんだ。ミスター・ジョルノ、私を置いてゆくな。君らに置いていかれたら、ここからコロッセオまでだって何日かかるかわからない。ポルナレフかよ。生きてたのか。でも精神の入れ替わりが元に戻ったんなら、あんたの魂は、つまりカメとその、俺の肉体はすでに死んだよ。だがこのカメのスタンドの中にしがみつくことができた。幽霊としてしばらくカメの中に住まわせてもらうことにしたよ。おい、しかしあんたが元気だったのはめでたいんだがよ、まだ終わりじゃねえ。コロッセオにブチャラティの傷を治しに行くんだ。ブチャラティ？彼の魂は確か空に向かって登っていっ、そうか、彼らは知らなかったのか。去ってしまった者たちから受け継いだものはさらに先に進めなくてはならない。この矢は破壊しない。矢は亀の中にしまえ。それでいい、ジョルノ。それが生き残った者の役目だ。行こうか、コロッセオに。